スマブラ X 発売後のフォローが落ち着いてきた頃、岩田社長からまだ発表もされていない段階で、Nintendo 3DS 開発におけるオーダーがありました。一つは 3DS の仕様について外部から提案すること、もう一つは専用のゲームを作ること。新型ゲーム機の方針検討に外部の人間が関わることは、任天堂内においては例を見ないことでした。何度も京都の任天堂に足を運ぶことになりますが、それは置いておいてゲーム開発の話に集中します。新しい企画を立ち上げるにあたり、ジャンルなどの注文は特にありませんでした。そこで私が考えたこと、任天堂 3DS が計画されていた頃、 DS ではタッチジェネレーションズが盛んでした。ゲームとは言い難いのだけど楽しみ。カジュアル路線はタッチジェネレーションや、それに近いソフトが担うと思われるので、骨太でリッチで、ゲーマーもだいぶ満足できるようなタイトルを作るというコンセプトで検討を開始しました。逆を行くということですね。 3DS は裸眼立体視を持つハードです。なので 3D の奥行きなどを楽しめる作品にするのは必須でした。そこで TPS サードパーソンシューターを、ジャンルに選びます。正確には戦場に赴く部分がレールシューター、現場に到着してから戦うのが TPS ということになります。 FPS や TPS 自体はすで、に多機種で様々な作品がありました。 3DS で同ジャンルも当然のように出てくることでしょうが、反面そのルールは、セオリーでガチガチに固まっているようにも思えます。そこで格闘ゲームに対してスマブラを作ったように、新しい見せ方を提供することができないかとも考えたわけです。例えば下画面のパネルをフリックで操作するみたいなものなどは、特殊な操作ですね。なおパルテナの鏡をテーマにするのは後から決めました。企画書の最後に載せています。スマブラで、任天堂が保持するキャラクター群の価値は十分に分かっていました。岩田さんには新しい企画との親和性が良ければその時に何らかのキャラクターを使うことを考えてほしいと言われていました。そして結果としてパルテナの鏡に着目しました。パルテナの鏡は1986年作、シリーズ作がほとんど出ていなかったこともあり、特に海外で要望されるタイトルの一つでした。またスマブラ X で私自身がピットなどをリニューアル強化しています。その時パルテナも新デザインが起こされています。飛べない天使ピットの翼にパルテナが5分間だけ飛行できる飛翔の奇跡をかける、それで現場に飛び、その後地上戦を行う。このアイデアは面白そうだと思い提案した結果、パルテナの鏡をモチーフに起用することになりました。制作時、プロジェクトソラという会社を作っていたのですが、これは今回限りの制作体制で畳むことを前提にしていました。有限会社ソラとは異なる組織です。新パルテナのコンセプトについて大事なことをいくつか挙げます。まず最初にレールシューターによる空中戦が始まります。これはつまりコースが決まってる空間をスピーディーに進めてシューティングできるもの。最初から TPS だと避ける、狙う、撃つというプロセスが一気にやってきて初心者には理解しにくいです。またあまり深く考えずに撃つゲーム性やスピーディーに画面転換できる遊びも必要だと思い導入しています。空中戦では決まった時間で終わるという性質を生かし、シーンの雰囲気に合わせた音楽の展開をぴったり合わせる試みもしています。次に地上戦。 FPS や TPS は
遠くの標的に狙いを定める場合、画面内の非常に小さい面積で遊ぶことがあります。 3DS が携帯機であるということも含め、向かない構成ですから、敵は何倍もの大きさを持っているようにしています。近くまで寄らないと気がつきにくいところもありますが、たとえ雑魚敵でもピットの 4,5 倍以上の身長差はあります。そしてスライドパッドの弾き入力をダッシュと緊急回避に使っています。弾き入力はスマブラからのノウハウが生きています。ダッシュは、攻撃ためと連射で併用することで、さまざまな性質の弾を打ち分けることができます。緊急回避は相手の攻撃を引きつけたらグッと避けるというリスク取りターンがありますね。相手をドラッグしていると相手に回り込めるなど特有の操作も使え、シンプルかつテクニカルです。エイミングはタッチパネルをトラックボールのように操作することができます。サッとスワイプすると歓声がついて回り出し、ポイントすると止まれることで、より素早いエイミングができるようになっています。またドラッグすると、細かいエイミング調整もできます。好みの落差は設定で何とかしてほしいかなと。射撃と打撃があります。プレイヤーは攻撃ボタンを押すだけ、仁義に応じた距離で自動的に切り替われます。全体的にかなりユニークな操作形態なので慣れることは必要ですが、このタイプのゲームとしてはズバズバ操作できることと思います。なお発売前になって 3DS をツインスティック化する拡張パッドが発売されたのですが、処理負荷が 5% ぐらい上がってしまうようで、ギリギリまで処理を切り詰めていたシンパルテラでは採用できませんでした。できれば対応したかった。シナリオ会話がありますが、原則的にグリーティングやデモ用カットはなし、ほぼ全てがゲーム中に展開されます。ラジオを聞くような感覚でシナリオが楽しめます。必要な人には切ることができるようにもしました。なおシナリオは全体的にコミカルで明るく楽しいものになっています。これは原作が割と人を食った感じになっているので、その方針に合わせました。Don't even put Lady Palutena in the same sentence as the goddess of brutality. It's goddess of nature. You'd think the lord of the 原作がシリアスタッチのものならばシナリオもそうしたでしょうけれど、それは他の作品に任せれば良いでしょうね。ただ部分的に展開の厚さは残しているつもりです。シナリオは外注したかったのですが、必要があり私が全て書いています。特に空中戦などはシナリオに即した展開をする必要があったので、ゲームの仕掛けと表裏一体にするにはゲーム制作側がシナリオを書く必要があります。シナリオは一つの組織と戦うだけではなく、複数の敵軍が入り乱れます。メデューサ、ハデスの冥府軍、自然をナチュレが率いる自然軍、宇宙からの侵略者オーラム軍、混沌の使いなどの混沌軍など、特性も見せ方も異なるためバリエーションはかなり深いです。これをしたのはシナリオ刺激や展開を増すためと、武器となる仁義の生い立ちを増やすため。仁義の種類はとても多く、旧カテゴリー108種あります。これはそれぞれをキャラクターのようにみなしており、単に、射撃や打撃の強弱ではなく、ピットの速度なども大きく変えることができます。
また強さのレベルを噛み合わせ収集要素の一つになっています。アップデートを繰り返したわけでもないのに対戦でどう考えても鉄板これしか出てこないっていうような陣営ができなかったのは良かったです。まあ一人用向きというのはあるかもしれないですけど、奇跡というバフや持ち込みアイテムのようなものがあります。これはパネルにきっちり詰めることで上限を決めています。悪魔の釜という難易度調整システムがあります。これは別の項目で説明なされていますね。オンライン対戦は天使の降臨という特殊チーム戦を用意しています。まず持っている神器は何でも持ち込めますが、その神器の価値がやられた時のチーム力を減らす大きさになります。チーム力がなくなると最後にやられた人が天使になります。天使は極めて強いですが、相手チームの天使を倒すと勝ち。動く拠点扱いなので、いかに守るかいかに攻めるかなどの攻防が熱いです。なお合体神器ジェネシスはここで登場しました。スマブラでも出てきますね。一撃が癖になります。ゲーム外の要素ですが、 AR カードを作りました。 AR オドールというのですが、 AR でキャラクターを見られるだけではなく、向かい合わせることでバトルを楽しませることもできます。 3DS 作品の中でもかなり盛りだくさんな構成になっていると思います。しかしその開発は難航を極めました。一つは開発中の 3DS のパフォーマンスが安定しなかったこと。後にはミドルウェアなどの改善によって良いパフォーマンスが出ているのですが、そういった時期での開発がなかったため非常に苦労しました。もう一つは様々なところからの混成チームだったこともあり、チーム内のやり方が全く合わないことが多発したこと。当たり前のことができなかったり、妙なことに揉めていたりと苦戦しました。その反省を生かし次につないでいったりします。しかし完成したゲームは傑作だと思っています。 3DS で終わるのはもったいなく、滑らかな大画面でやってみたいゲームではあるのですが、チームもないし続編を作るのは難しいでしょうね。というわけで次の企画コンセプトのカテゴリーは大乱闘スマッシュブラザーズ 4 3DSWii U となります。略してスマブラ4、4作目とかけていますよ。